おはようございます。7月23日、気温が 30.1、湿度 61%、 室温が 21.3、湿度 53% ですね。今日のコーヒーは鈴夏ブレンドですね。はい。今日の格言、本番も練習も気持ちの問題だけである。はい。本番も練習も気持ちの問題だけであるということで、準備します。本番か練習かどうかはさておきまして、久しぶりに初心に帰るっていうことをちょっと思っておりまして、はかりの上でコーヒーを立てようという感じですね。で、なぜか左手にはストップウォッチを持ってまして、ちょっとストップウォッチを使うようにちょっとしようかなという感じに思っております。はい。まずは真ん中に停車します。全体に分かりました。274g、 53秒ですね。そうすると1秒間に 5cc ぐらいのペースですね、今のは。まあ感じとしてはちょっと、太めのお湯という感じで、やったって感じですかね。たまたまブンブン上に行ったらストップウォッチが売ってまして、はい、ストップウォッチを、買ってきました。別にストップウォッチ自体は例えばタイマーに、そういう機能があったりとか、いろいろなものにあったりするわけなんですけども、なんでストップウォッチを買う気になったかというと、一番押しやすいものって多分ストップウォッチだと思うんですね。で、そういう機能しかないというのが結構僕の中ではいいなと思ってて、前の、店の時にはストップウォッチ持ってたんですけど、店を片付ける時にまあ多分なくなっちゃって、まあそのまんまストップウォッチはなかったんですけど、たまたま文房具屋に売ってたんで、思わず買ってしまいましたね。はい。で、文房具屋に売ってて買って何を思ったかというと、初心に帰って、
朝のコーヒーの時に、どのぐらいの、流量で、お湯を差しているかとかなんかをちょっともうちょっと、初心に帰って調べてみようかなというふうに、思ったわけですよ。でこの人間こう慣れという恐ろしいものがありまして、特にまあ毎日毎日コーヒー立てる、特に朝のコーヒーを立てて、まあ、お客さんに提供するわけですけども、やっつけ仕事になっている部分は結構あって、まあこの動画自体もやっつけ仕事になっている中途方、まあ反省しないかんで、一つ一つ、まあせっかく朝こうやってコーヒー立てるんだから、少しは気づきを持ちたいなということで、今日はだいたい何 cc ぐらいのお湯を、サスペースでやったかとか、そういうのをもうある程度、ざっくりと、まあ見たいなということで、ストップウォッチと、測りを用意しました。じゃあ抽出に入ります。実は今、この、立て干しの、抽出法、今日のはあれなんですね。あの立て干しを下にまで沈めて、まあ円錐に近い状態で使うやり方ではなくて。平らのままそのまんま使うというやり方をしてるんですね。この綺麗な円錐ができていない状態で円錐状にして使うのが本当にいいのかどうなのかっていうのは、まあやりながら、まあ、疑問もあったので、まあ、ちょうどいい機会なのでその辺を検証するがてら、まあいろいろ試してみようかなというふうに思ったわけですね。大体25人とか大量出しの場合は結構お湯が太いお湯を使ってるんで、この太いお湯っていうのが、何 cc の、1秒間に何 cc のお湯かっていうのは、ちょっと僕の中でも興味あるんで、結局、見てるのは実を言うと粉の状態でひたひたにしているっていう部分を見てるだけなので、お湯の流量とかなんかあんまり考えてはいないんですね。で、タイムモアプロは一応、お湯の流量が出るんですけど、ところが出る反応が早すぎるとですね、あんまり見えないんですね。だからそういう意味合いで言うと、まあそこまでどうせ見えないんだったら最後に計算してもいいのかなという気がしております。だから当然はかりに、タイマー付き、まあハリオとかなんかのタイマー付き、タイムモアもそうなんですけど、タイマーが付いてる測りを持ってるわけですけど、この20杯とかなんかだとちょっと量が多すぎて、それがやれないんですね。1318ですね。
から、180の197、6.6 ですね。6.6グラム、1秒間に 6.6 グラムペースで、お湯を差した感じです。蒸らしの時の量よりも、1グラムぐらい多い状態で、差してるという感じになるんですかね。さすがに大量だしですよね。まあ、あの流量多いなという気がします。例えばドリップダラの L って5杯出しの、抽出の流量だとだいたい 4g ぐらいですから、1秒間に 4g ぐらいのお湯の差し方なんで、それと比べると 6.6g っていうのは結構多い感じがしますね。やっぱあのコーヒーの層が厚いっていうのはそういう、お湯の差し方になるんだろうなという気はします。代表コーヒー入りました。ですね。はい、一応今日は、真面目に、はかりと、時間を調べながらやってみました。やっぱりそういう風にやるとやっつけ仕事系にではなくなるので、これはこれでいいかなという気がしましたね。まあそういう意味では今日はまあ当然毎朝の、ね、仕事として、コーヒー立ててるんですけど、本番さながらという感じで、はい。はい、オークションですね。オークションの案内が、これですね。オークションの案内ができました。現在のオークション、家庭用ドリップバッグ製造装置、そんな大げさなもんではなさそうな気はするんですが、家庭用ドリップバッグ製造装置ですね。なんと、非売品である点滴ドリップダラー付きでございます。あと、断熱サーバーセット、ハリオかどっかでしたっけね、ボンマックかなんかのやつでしたっけね。まあとにかく断熱サーバーっていうのがちょっと面白いので、結構、立てたコーヒーが長く、冷めないという、もんなんで、よければご利用いただきたいと思います。ノエミクラブの、アースコーヒーのセット、はい、無事完売となりました。はい、ありがとうございました。はい、よかったよかった。はい、ということで、今日はここまでにします。